はい、じゃあ今日はですね、こちらバイス・シュバルツのスパイファミリーですね、これ7月の21日発売のやつです。これ開封していきたいなと思います。あ、はい、チャンネル登録 と、各種 SNS のフォローよろしくお願いします。はい、でとりあえず、ワンボックス と、バラで5パック買ってきました。で今日は、目の前にね、会社のね仲間いまして、一緒に開封してるんですけども、実はですね、私がこれ開封する前にもう目の前でサインカード出してます。サインカード出してます。ちょっといいですか、借りて。すいません、出しちゃいました。ベッキーの、これベッキー人気ですよね。これめちゃめちゃ可愛い、すごい可愛い。あ、これとりあえず持って帰るまでの間、もしあれだったらハードのあれ入れる前にこれこれで持って帰ってください。ありがとうございます。いや、そうスリーブ問題どうしようと思ってました。これ二重にとりあえずして持って帰ってもらって準備すごい、うん、そう、いいから持ってきます。はいはい、そんな感じでちょっとじゃあ開けてきます。どうしようかな、これ4パックずつガーンっていっちゃおうかな。PR カード入ってるね。 PR カードがヨルさんだ。そうラインナップ見てなかったね。 PR カードが こっちに書いてあるのか。まあね、アーニャのサインが欲しい。あとヨルさんね、早見さんのサインってあんまり見かけないんで欲しいんだけど、だけどね、今目の前でねサインカード出されちゃったから、で同じ店舗で買ってるから、ちょっとカートンがね同じとこから出てるやつだったら可能性低 い、 いや彼めちゃめちゃ引きいいんですよ、マジで。もうね、え、連勝今のところ、他のやつもボザロもだって勝ちましたもんね。ね、勝ちボックス待ってよし、元気なワニ。お、え、お、あ、ダブルヤか、ダブルヤか、 PR に見えた結構星のラメが入ってるね、これ。そうですね、結構綺麗ですよね。すごい。あ、ボンド、はい、テリア、なんか全体的にイラストがいいな。いや、綺麗ですね。いいっすよ。やっぱアーニャオンウィー。これの確かサインカードがあった気がする。ありますかね、確か、うん。確かあった気がする。サインカード6だしてるもんね、確か、うん。結構多い。かわいいな、あれ。いや、イラストいいな、今回。いや、素晴らしいっすね。あ、来た。え、推しのボンド。あ、ボンド。うん、ボンドだけど、まあレア。ていうか、ボンド喋んないから、ね、サインカード仮にあれしても、ね。犬の声のサイン。ボン、ボンみたいなね。それだけみたいな。メッセージが悲しい。それはそれでちょっと面白い。え、まあ、あっという間だもん、これ多分。まあ、ワンボックスだとあんまりね、被らないからいいんだけど。お、これダブルエア。あ、これあれじゃない？さっきのサインカードのやつの普通のやつだ。普通のやつっていうか、ダブルエアのバージョンだ。ダブルエアがサインなしとありのやつですね。うん。サイン、あ、ダブルエアのサインありがあれか。SP か。うん。あ、来た。フィオナ。好きなんだよな、結構。座ってやるか。お、これはダブレア。これ、あれ？これじゃないか。サイン枠。でもこれかわいいな。ね。かわいい。まあもう絶対サイン出ないと思ってるから。いや、まだありますよ。まあ店舗があれだね。
カートンバラバラにしてるか、あるいはちょうど区切りのいいとこだったりとかしたら可能性はあるけど、店舗分けて買えばよかったかな。あ、これかわいい、イラストがかわいい、ロイド・ホージャーと申します。これこれいいな、このフィオナの先輩好きなやつ、これ好きなんだよな。あ、かわいい、イラストかわいいな。うるさ、でもちょびちょびかぶってるけど、オープニングかなんかのやつかな、忘れちゃった、確か無言になる。なんかちょびちょびダブってきたな。お、夜さんのラフレアか。夜さん結構出んな、さっきから。お、アーニャのレアだね、これかわいい、イラストは可愛いから許す。もうね、今日はね、当たらない前提できてるから。あ、メッキダミアン君があんま出てきてないな、そういえば。このこのベッキー好きなんだよな、このアーニャとお出かけした時のプライベートスタイルの。お、ダミアン君、ちょっと今日マイクがいつものマイクじゃないんで、ちょっと聞き取りづらいかもしれないんでご了承ください。お、これはあれやか、はい、びっくりした。これそうだ、これボックス最後だ、最後の4パック。いやーもう、あ、これかわいいな、でも普通のアンコモンだけど。あ、これデザインいいな、キービジュアルとか使われるじゃないかな、これ。え、そっち結構いいの出てない？いやいやいや、結構いい、いいデザインのやつ。え、そのダミアン君とその、いやいや、これは普通のレアですよ。いや、でも普通のレアでもイラストすごい。え、それはこれかっこいいっすね。ちょっとこれいいな、これこれいいっすね。あ、 SR も出てるのか。はい、これもかわいい。あ、あ、これさっき僕出た。出ました。これが確かにかわいい。かわいい。てか SR 出てないんだけど、そういえば。ええ ?SR1 枚は確定じゃないですか、多分。SR 確定だよね。出てないってことは。あ、あ、って言ってたら来た。来た来た来た。茨姫。あ、すごいね、これ。ほら。あ、いいな、かっこいい。かわいい。かっこいいね、これ。見て、この、ラメというかあれがね、バラになってる。茨姫。だから。え、これいいな、普通。わかるかな、これ。ね。バラっぽくなってる。これいいな。てか、夜産率が結構高い。てか、もう SR で、あ、ベッキー来た。あざまーす。いやー、もうないでしょう。もうないね、これ。ベッキー結構高いんじゃないかな。まだそう見てないけど、今朝、ロイドと、はいはい、なんだっけな、あの、名前忘れちゃった。長官みたいな人。あれのは、なんかもう、朝一、なぜか売られてて、ショーケースで。いや、これ、店舗開けたろ、みたいな。店舗の人が開けましたね。でもね、7000円と5000円とか、あ、これこれこれ、これの、これの、はいはいはい、あの、サインカード出てて、これがいくらだったっけな、7000円。あ、そんなもん、ね、あ、違うか。これが5000円か。
ほうほう、あ、それでも5000円はいくんですか。そうそうそう、うん、お、SR 来た。お、2枚か。2枚でもまあまあこれで確定だろうな、他出ないだろうな、ね、ショックアーニャ、これいいな。でもショックなアーニャ、この顔好きなんですよね。かわいい。これね、これ結構みんな好きなの、ね、いや、いいよな、はい、全部いいなこれ。あって言ってたら来た、欲しかったやつ、うん、アーニャとダミア。あ、いいっすね、レアなやつ。これかわいくないですか。あ、これかわいい。オールスに出たかな。でもこれは見失ってたかもしれんけど、トリプルレアだから多分これですね。 SP の代わりに出るやつですね。あ、うん、トリプルレア吸収しかない。スパイファミリーレア、スパイレア出なかったのか。あ、スパイレアもあるのか。そんなのもあるのか、はい、そうなんですよ。オーバーフレーム的なやつかな、いつもで。あ、それですね。あのか、箱押しかなんか入ってる、なんだろう、見てないんだよ。によって変わるやつですよね。名前が全体のあれを見てないん。ボザロはなんだっけな。ボザロもなんとかレアってありますよ。いやー、これいいな。はい。S レア、SR が2枚と、W レアが、4枚。はい。まあでもいいや、ベッキーとアーニャ出たし。ベッキー、ちょっと相場今見てないんだけど、これ、ちょっと変わりますね。これ高いんじゃないかな。ベッキー人気結構あるからな。ほうほうほう、やばい。ちょっと十分じゃないけど、なんかよくわかんない取れ高になってる。え、てか花も、花可愛いですね。ね、そう、花もさりげなく箱押しで入ってるからすごい。はい。じゃあ残りのバラ5パックをいきますか。それで当たったらマジで強いっす。いやーでも同じとこから取ってるからな。てかどういうあれか。これは1パックずついきますわ。でもね、なんかね、お、これはダブレアだな、ロイド、かっこいい。ダブレアは全然いいじゃん。うん。なんか、アーニャのサインで、いかやっけな、3万ぐらい、3、4万だったかな。3万、え、S レアでですか。いや、普通のサインで。SP か。SP で。シークレットじゃあもっとするか。フライングでなんか出てて。出た。カートンで買った人はあれなのかな、先に届くのかな、家に。ちょっとよくわかんないね。今日もなんかお店に、なんか朝一で入った途端になんかショーケースにバッと出てて、え、売った人おんのみたいな。カートン買いして売ったのかなとか、あるいは店が開けてんのかな。店が開けたんでしょうね。そんなすぐ売れないでしょうし、まあ、絶対やってるよな。やってますよ、本当やってると思う。あ、ね、アーニャで3万とか4万ぐらいだとしたら、ベッキー1万ちょっとなのかな、どうなんだ。1万切ってたら欲しいよな、ね、マジで。個人的にフィオナとかのサインとか入れてほしい。先輩好きみたいに書いてる。書いてあったら面白いんだけど、箱押しで。それを箱押しにした。でかく好きって書いて。意外と余ってたんだよな、このどこでも。なんかなくなると思いきや、うん、これ事前予約とか結構ね、売り切れとかって結構出てたんだけど、うん、なんか行ったらめっちゃなんか束になってた、山積みされてた。ダブレアですね、はい。ヨルさんが結構出るな。あ、これかっこいい、かっこいいというか、なんていうの。あー、いいっすね。なんていうんだろう、いいっすね。エロい、エロいっすね。これでなんかサインとか。この好きの部分、これなんか白押しとかにしたら面白かったな。まだ SR とトリプルレアも出てねえの、それね、さっき言われてれば。これもラストパック、ラストパックで絶対出ない。あ、もうこの時点でも多分出ない確定。
はいはいはい、ということで、ダブルエア2つだな。はい、あれとヨルスさんが18,000円、うん、え、マジで、え、あれ、あ、黄昏は黄昏安っ、3,500円、なんで安いなやっぱ女の子か、量が多いのかなと、今回やっぱり流通がやっぱ多ければ多いほどやっぱ下がっちゃう、確かに、ね、はい、ではそうそうそう、これね、トライアルデッキね、トライアルデッキも実は買っていて、これはトリプルレア17種で SP で箱押しが4種入ってるかも、かも、運が良ければ入ってるかも絶対入ってないウマ娘で運使っちゃったからな出た、あれはね、うん、50% だから出るわあーでもこれ普通に持っとくのにいいな、飾っとくのに一番上かわいいっすね、一番上ね、いや、一番それいいな、一枚だけ欲しいな、これいいね、ね、これ1000いくらだからね、1600円とかでしたっけ、そうそうそう、税込み1600円ぐらいだから、で、バーッと見てって、なんだろう、どれだっけな、あ、これいいね、キービジュアルのやつ、白押しのやつ、どのデザインだかね忘れちゃったら見てくる、あ、あーじゃなかった、これトリプルレアだね、お、かわいいトリプルレアってことは出ませんね、多分確かトリプルレアとかなんか1個でも入ってるとないはず、はい、はい、ということで、本日はバイス・シュバルツのスパイファミリー、こちらのね開封動画をお届けしました。まだね結構店舗の方にあったみたいなんで、もし気になった方はね買ってみてください、めちゃめちゃ可愛いんでね、イラストが、はい、はい、ということで本日の動画は以上となります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録を済んでない方はぜひチャンネル登録と、高評価コメント、そして各種 SNS のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。